今日は今までルートを3度って言ったので、5度から始めてみたいと思います。5度はですね、着地の音というよりかはスタートの音ですね。まあとにかく、まあ、3、はいの感じで。はい、こんにちは、バートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。一つお知らせさせてください。8月の13日夜中の1時からですね、放送になりました。ワンオブラブギグ2022、夏木マリさんと斉藤信さんのイベントですが、ゲストは上白石萌音さん、グリムスパンキーさん、中井戸レイジ、チャボさん、としろうさん、ブラフマンのとしろうさんですね、ミスオージャーさん、そんなね、素晴らしい、アーティストの皆さんが参加してくださいまして、それを、が放映になりました BS 富士でですね、たくさん、見ましたっていうね、ご報告と楽しかった、感動したっていうのがですね、届きました。この、再放送がですね、8月の31日にあります。深夜の2時25分からですね、フジテレビ、ね、フジテレビ、で、深夜あります。9月1日の早朝と言った方がいいですかね。8月31日の深夜って言ったらいいですかね。そんな感じで、行われますので、ぜひテレビの方をチェックしてみてください。バートマンテレビに出るよってことでですね、告知させていただきました。はい、前回、前々回とですね、3度とかルートとか、要はね、この、例えば A で言うと、この音、ルート、3度。この音で止まると、フレーズがまとまりやすい、分節がここからここまでだと感じやすい。要は、なんか、ペンタトニックってなると、ただただ動いてしまう。そうじゃなくて、ルートで終わる意識をしよう。3度で終わろうと。こういう感じをまず、しっかりとこの感覚を捕まえるとですね、まあ、非常に聞きやすくなる。自分の中でもここで終わりっていう、ここで終わらせようという意識が出てくるので、非常にフレーズがうまくいくかなと。僕も最初まさにこれから覚えましたね。ここで着地するんだという意識を持つというところからアドリブが発展していったような気がします。というわけでですね、今日は、今までルートを3度って言ったので、5度から始めてみたいと思います。今日は5度からやりたいんですけども、5度はですね、着地の音というよりかはスタートの音ですね。スタートの音、助走をつけるとき、3、はいのね、3、はいのところで、はいのところで弾くような感じ。例えば古時計で言えば、ね、こんな感じでね、3、はいっていう音ね、3、はい、こんな感じに、まあ、助走をつけるときにいいかなと。まあ、ブルースとかでもですね。とかね。ね。こんな風にですね、始まりの音として、助走をつける音として、使いやすいかな。まあ、もちろん、フレーズの終着点としても使えますよ。とか。とか使いますけども、一番イメージしやすいのはスタートの音かなと思います。じゃあ、その感じをですね、ちょっとまずはブルースで聞いてみてください。5度はですね、A で言うとこの音、パワーコードの音です。と、これのオクターブ上。と、これと同じ音ね。ちょっとブルースを弾いてみたいと思います。いきますよ。感じでですね、5度が使えるかなと。で、こうイメージしやすくありません？ドドドドルルル、なんかブルースでよく聞きますよね。このドドド、この音だと思っていただければいいかなと思います。で、まあ、この音なんで、イメージしやすい場合はもちろん、5度
だけで聴かせるっていうのもかっこいいんじゃないでしょうかね。はい。ちょっとは、違うタイプの音楽でやってみましょうか。はい。それではちょっと曲調を変えてやってみたいと思います。こんな感じのラテン調の曲。なんですが、同じ A なので、5度のポジションは一緒ですね。ただ、ちょっとポジションマークがね、見えにくいから、ないからね、わかりにくいかもしれませんが、ちょっと軽く弾いてみたいと思います。こんな風にですね、5度をから始まったり、ね、5度を5度で締めたり、いろいろできますね。ガップギターの場合はこんな感じです。はい、それではディストーションギターでやってみたいと思いますが、まあ、コード進行は今さっきの同じやつ。使いたいと思います。Am な D ストーションですね。なので、同じように、5度のポジションは2弦、5フレット、3弦、9フレット、5弦、7フレット。始めてみたいと思います。まあこれだけでやるわけじゃないですけどね。じゃあちょっとやってみましょう。結構、5度から始まると、まあ、フレーズの瞬間、パッとこう、切る時とかですね、5度が出てくると、結構締まりがいいかなと思いますね。まあ、とにかく、まあ、その、3、ハイの、ハイの感じです。5度を入れると、分かりやすいかな。そして5度覚えやすいんじゃないかなと思いますね。アドリブ始めるときってきっかけどの音から始まろうかなっていうときにですね、慌てない5度の音を覚えてればルートからこの音程感を覚えていただければ分かりやすいかなと思います。はい、ぜひですね、フレーズの始めに3ハイの感じで、使ってみてください。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。今日のレッスンはね、気に入っていただけましたらチャンネル登録、コメント、高評価なんかもぜひよろしくお願いいたします。次回はですね、夏休み、もうそろそろ終わりそうなのでちょっと早弾き特集やってみたいと思います。ぜひ、参加してみてください。それではありがとうございました。
動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。